皆さんこんにちは。今日もご視聴ありがとうございます。今日は念願の卓上ミキサーを買ったので、いちごのショートケーキを作りたいと思います。本当はキッチンエイドというブランドの卓上ミキサーが欲しかったのですが、あれが日本円で10万円3300リンギットぐらいしたので、それはさすがに高いなと思って、今回はラザダっていうマレーシアの通販サイトで安い別のメーカーの買いました。このミキサーはだいたい250リンギットなので、日本円で7500円ぐらい、1万円以下で買いました。なので今日は試しにショートケーキ作っていこうと思います。ショートケーキといえば、日本ではふわふわのスポンジ生地にフレッシュな生クリームをサンドしたケーキ屋さんのケーキといえばこれっていう定番のケーキなんですが、マレーシアでは全然見かけないですね。マレーシアでは日本で見ないようなレインボーカラーのカラフルなケーキだったり、チョコレートをたっぷり使ったリッチなケーキが人気のようです。卵は日本のレシピだと3個と書いてるんですけど、マレーシアのとサイズが違うので必ず計量してください。あと砂糖はちょっと細かめなものを用意しました。とバターと牛乳は湯煎で溶かすので、その湯煎で溶かす用のボウルに入れてください。あと粉は普通にスーパーに売ってるケーキ用の小麦粉を買いました。次にデコレーション用の材料は生クリームと砂糖を、今日はキャメロンハイランドのいちごを使います。キャメロンハイランドは標高が高く涼しくて過ごしやすいマレーシアの避暑地として有名な観光地です。また美味しい紅茶や高原野菜、いちごの生産地としても有名な場所らしいです。今度ぜひ行ってみたいです。では作る前の下準備として粉をふるっておきましょう。次にケーキの焼き型の準備をします。人それぞれやり方が違うと思うんですけれども、今日は私のやり方を紹介したいと思います。まずクッキングシート、ここにはベーキングペーパーって書いてるので、海外ではベーキングペーパーっていうんですかね。これを丸い形に切り取ります。少し線より内側を切ると綺麗にはまりやすいです。次に側面のベーキングペーパーを敷いていくんですけれども、ちょっと説明が難しくて分かりづらいかと思いますが、まずケーキ型の側面の高さより 4,5 センチ高いものを2つ用意してください。動画内では2倍ぐらいにカットしたものを包丁でカットして、今2等分にして2つ作ってます。とにかく高さより 4,5 センチ高いシートを作って、下を 2,3 センチ1回折り曲げます。そしてその折り目を広げて切り込みを入れていくんですけれども、クッキングシートがツルツル滑って切りづらかったので私は半分に折ってます。そしたらその最初に曲げた折り目の線まで切り込みを入れて型に敷いていきます。その後に最初にカットした丸い円のシートを中に入れると型の完成です。この型が一番スポンジケーキの角が綺麗に焼ける型だと思いますので、皆さんもぜひ試してみてください。あとはオーブンを170度に予熱して湯煎の準備をしてから作っていきましょう。では最初にスポンジケーキを焼いていきます。卵に砂糖を加え、砂糖の塊ができないようにここでよく混ぜておきます。次に湯煎で温めます。人肌程度に温かくなれば大丈夫です。温めることによって泡立ちが良くなります。最初は高速でミキサーを回していきます。
回している間にバターと牛乳を湯煎で溶かしておきましょう。全体が白っぽく泡立ってきたら確認をします。リボン状になっていれば大丈夫です。このくらいまで泡立ったら次は低速でミキサーを回していきます。こうしてゆっくり回すことにより泡の大きさが均一になり、よりきめの細かいスポンジケーキが焼き上がります。2分ほど低速で回したら OK です。混ぜやすいように別の大きなボウルに移しておきます。次に粉をふんわりと入れて混ぜ合わせていきます。混ぜ方は練らないようにさっくりと切るように混ぜていきます。一部分だけを混ぜるのではなく大きく全体を動かしながら混ぜると効率的です。ここからがスポンジケーキ一番のポイントです。ちょうどいい比重になるまで混ぜ合わせていきます。このふわふわの生地のままだとキメが粗く少し乾燥したスポンジケーキになってしまうので、しっとりとしてキメの細かいスポンジケーキを目指して混ぜ続けていきます。見極めるポイントとしては、上から垂らして生地の線が消えるか消えないかくらいがちょうどいいです。ただ混ぜすぎるとすごく硬いスポンジケーキになってしまうので、英語でこの硬さを伝えるのはすごく難しいと思うんですけれども、この映像を見ていただければなと思います。生地がちょうどいい硬さになったら、牛乳とバターの方に一部生地を加えて混ぜます。そしてそこから元の生地の方に戻していきます。バターと牛乳を入れたら決して混ぜすぎないようにさっくりと混ぜて、全体が均一になったら型にすぐ流していきます。最後にボウルの縁やゴムベラについた生地を入れるときに、そこだけ泡が潰れてる可能性があるので、すべての生地を入れた後に少しだけ混ぜるようにしてください。最後に上から下に2回ほど落として大きな気泡を潰しておきます。では170度で30分様子を見ながら焼いていきましょう。焼き上がってすぐに上から下に2回ほど落とします。これは焼き縮みを防ぐためです。下の方に重みがかかっているので、冷ますときは逆さまにして冷まします。網、クーラーなどがある方はそこで冷ましてください。ではスポンジに塗るシロップを作っていきます。水と砂糖と、あとバニラシロップを合わせてレンジでチンするだけです。バニラは本当はさやがいいんですけれども、見当たらなかったので、この謎のフレンチバニラペーストというものを今回使っていきたいと思います。結構シロップみたいな甘い香りがします。砂糖が入ってるのかもしれない。砂糖が溶ける程度軽くレンジでチンをしたら冷ましておきます。デコレーション用の生クリームを立てていきます。砂糖は好みや合わせるフルーツによって変わってくるので、お好みで調節してください。
はいちごたっぷりのケーキを作ろうと思って2パック買ってきました。多少大きさがバラバラなのですが、赤くて美味しそうないちごです。生クリームは角がお辞儀するくらい立てれたら大丈夫です。立てたホイップクリームは別のボウルに移しておくと作業しやすいです。日本のいちごより少し酸っぱかったですが、ショートケーキに合わせるにはちょうどいいかなと思います。大きさや形が整っている中くらいのものをデコレーション用に、大きさが大きかったりちょっと形がいびつなものをサンド用に振り分けていきます。ケーキの上に飾るデコレーション用のいちごはお好きなようにカットしてください。サンド用はだいたい大きいもので4等分、中くらいのもので3等分ぐらいしました。ではスポンジケーキが完全に冷めたら、クッキングシートを外してスライスしていきましょう。今日スライスに使うのはこの爪楊枝です。通常ケーキ屋さんではスライス棒というまっすぐスポンジケーキを切れる道具があるんですけれども、家庭にそれはないので、私はまっすぐ平行に切れるように裏技として爪楊枝を使っています。まず最初に底の焼き目をスライスして取り除いておきます。私は3等分にスライスしたいので、だいたいそれくらいのところに爪楊枝で印をつけていきます。4方向に印をつけて、その間に爪楊枝を刺すようにしてまっすぐ平行になるようにしてます。こうすることでフリーハンドでカットするよりもまっすぐ平行に切れるようになります。失敗したか。まあいいでしょう。2枚目も同じように爪楊枝で印をつけてカットしていきます。最後に上の焼き目も取り除いておきましょう。側面の焼き目を取り除く人もいますが、私は気にならないのでそのまま使っています。気になる方は取り外してください。それではケーキをデコレーションしていきましょう。生クリームは氷で冷やしながらデコレーションしてください。特にマレーシアは暑いので、常温に置いておくとすぐボソボソの生クリームになってしまいます。ショートケーキの一番下の土台となるスポンジは、最初にカットした下の段のスポンジを裏返して使います。作っておいたシロップをハケで全体に塗っていきます。次に重ねるスポンジにもこの時に塗っておいた方が楽です。クリームをだいたいスポンジと同じぐらいの厚さになるように塗っていきます。いちごは隙間ができないように必ずクリームの中に押し込むように入れてください。そしたら上にクリームを少しのせ、い
ちごの上からクリームをかぶせていきます。そしたら側面をきれいに塗って2段目に行きます。真ん中に挟めるスポンジは焼いた時の一番上の段を乗せていきます。ではシロップを塗って2段目も同じように塗っていきます。一番上のスポンジは焼いた時の真ん中の段のスポンジを使います。上にもクリームをのせて下塗りをしていきます。この下塗りである程度きれいに塗っておくと最後のデコレーションがきれいに仕上がります。下塗りが終わったら一旦冷蔵庫でケーキを休ませます。ケーキを冷蔵庫で10分から15分ほど冷やしたらいよいよケーキのデコレーションです。まずはクリームをトップに塗り、その後で側面を塗っていきます。側面に立ち上がったクリームを外側から内に向かって慣らしていきます。この作業私結構好きです。今日はこのサントノレというケーキによく使われる口金でデコレーションしていきたいと思います。それではいちごを乗せていきます。ポイントはあんまり隙間が空かないようにぎっしり詰めるようにすることです。上手に半分にカットしたりいちごのサイズを調節しながら隙間なく埋めていきます。今日はブルーベリーもあったので飾ってみました。最後にデコジェルを上から塗っていきます。これはフルーツの乾燥を防ぐのと見た目をきれいにするために使います。完成しました。久しぶりにケーキを作ったら結構楽しかったです。今までいろんなスポンジケーキを食べてきたけどこのレシピが一番美味しいなと思うので皆さんもよかったらぜひ作ってみてください。また今日初めてのスイーツの動画を作成したので、もし分かりづらいところがあればコメントで教えてください。
これからもスイーツの動画出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。